広大な中国大陸を縫って流れる黄河、全長5,464キロ。黄河の旅は悠久の時を刻む旅である。青海省の下限を目指して日中共同取材班は製造高原を進む。
今から2000年前の昔から中国歴代王朝は黄河の源を探るために勅使を派遣した。一望果てしない大草原、かつて勅使がたどった製造高原の道を進む。